風雷棒探偵赤い谷の三劇は、1961年の日本映画。主演、千葉真一、監督、深作金次、制作、入刀映、モノクロ、投映スコープ、62分。風雷棒探偵シリーズの第一作である。墜落事故に隠されていた陰謀を、風雷棒探偵が縦横に駆け巡り、謎を解き明かしていく、アクションサスペンスミステリー映画。 千葉慎一が初主演、深作金次が初監督で制作されたが、当時の東映は、業績が良かったため、次々と映画を量産していく狙いがあった。千葉、深作コンビはこの後映画では17作品でコンビを組み、ヒットを連発していく、第一弾となった。曽根晴美と拳銃コンビで売り出された、千葉慎一は、東映から常にアクションスターであることを出演する。 作品のジャンルが変わっても求められていく。深作金字は、降雪した浅間山に、セスナ機を置いて、オープンセットを立てたり、セスナ機の衝突では特撮を使用するなど、ふんだんに予算を使った。設計での格闘やダイナマイトに吹き飛ばされ、乗馬しながら工房など、吹き替えなしで演じる千葉の勇士を、白身のカメラロケで迫っている。スピーディーかつ乾いた、深作の演出は、 のんびりで、叙情的な同時代の、渡り鳥シリーズとは異なる、無国籍映画に仕上げられた。時代は、高開年に設定しているもののボー高原が舞台であることから、西部劇を彷彿させるようないでたちで現れる、登場人物がおり、千葉エインズル、主人公も、ウィンチェスターライフルで敵と戦い、クライマックスの銃撃戦、爆破も、西部劇的な展開となっている。 本シリーズは同年の映画ファンキーハットの怪談時シリーズと共に1966年の映画神風やローマヒルのケツや1968年から1973年に放送されたテレビドラマキーハンターの先駆けとなる作品になった。室田秀夫もキャスティングされていたがクランクイーンの前夜によって暴れホテルの窓ガラスを叩き割ったので降板させられている。 香山美佐子の兄と新日本開発の社長、なぐの乗ったセスナキが、新州の赤岩だけに墜落し、彼らは死亡。優秀なパイロットである兄の死が信じられない美佐子は、赤岩学山六の村へ付き、上田牧場の娘、近子に教えてもらい、墜落現場へ向かう。セスナキの残骸は残されたままだったが、美佐子は場違いなマニキュアの小瓶を見つけたことから、この事故に違和感を抱く。 すると彼女を、それまでつけていたよだれの生徒二人のヤクザが、突然襲いかかってきて拉致しようとした。そこに殺走と、ハンター姿の男が登場。生たちを叩きのめし、危うい彼女を救い、小瓶をチェックし立ち去っていく。この男は、風雷棒探偵の異名を持つ、西園寺五郎。五郎は新日本開発から依頼を受け、捜査していたのだ。この付近一帯が、 観光事業の利権が絡んでいることを突き止めたゴロに、上田牧場を地上げし、赤岩学周辺に、スキー場やゴルフ場を作り独占しようと企む、北東観光のボス、鬼頭とその配下である、用人坊、サウスポーの源とよだれの聖ラやクザたちが立ちふさがり、正体不明の拳銃使いスペードの鉄も関わって、来るが、ゴロは真相を暴いていく。 風雷棒探偵岬を渡る黒い風は、風雷棒探偵シリーズの第2作。1961年6月23日公開、60分、モノクロ、シネマスコープ。房総半島の港町で漁船沈没の調査を行う風雷棒探偵が、事件の黒幕である、密輸団と対決する。千葉慎一の役名は、 第一作と同じ財温寺五郎であるが、北原茂美の役名は、江藤誠吉子、曽根晴美の役名は、ジョーカーの鉄となっている。この記事は、以下のカテゴリでも参照できます。風来棒探偵シリーズに関するカテゴリ。ありがとうございます。